はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今回はですね、まあ、三つ目の動画になりますが、さあ、いよいよここからですね、皆さんに詳しく、それぞれのテクニカル指標、えー、お話をさせていただきたいというふうに思っておりますが、えー、今回のお話する内容の中でですね、まあ、画面にも出ておりますけども、主なトレンド系の指標というのをご紹介させていただきます。 で、それぞれですね、いろいろな特徴があるんですけれども、まあ、その特徴の部分に関しては、次以降のまた動画で詳しくお話をさせていただくとして、まあ、ここではですね、まずはそのマーケットスピード FX で皆さんに活用していただかないといけませんので、紹介すると同時に、いろいろセッティングについてもですね、この動画ですべて皆さんにご理解いただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。 では、中身に入っていきたいと思いますけれども、さあ、こちらですね。こんな形になります。えー、今日お話しする内容ですけれども、この動画ではあトレンド系指標の紹介。これはまあ冒頭お話しましたが、その中でも4つご紹介をさせていただきます。えー、移動平均線。それからと、指数平滑移動平均線。そしてさらには、ボリンジャーバンド。 で、最後はパラボリックというふうにですね。まあこれはあのよく皆さん聞かれている、聞かれたことがあるテクニカル指標だとか思うんですけれども、えー、こちらをですね、ご紹介させていただきます。では、トレンド系とはということで、これ2回目の動画、2つ目の動画で皆さんご覧いただきたいかと思うんですけれども、まずはここでこのテクニカル選択というのをクリックしていただいて、トレンド系というのを選んでいただきます。そして、 ここからはですね、例えば具体的に移動平均線というお話をしました。移動平均線を選ぶときには移動平均線。それからあとは指数平滑移動平均線のときにはこちら。二つ目ですね。で、さらにはボリンジャーバンドっていうときには上から24、5個目、5つ目。そして、えー、あとパラボリックはここにあります。ちょうど真ん中あたりでしょうか。というふうにですね、まあ、こんなふうにまあ選んでいただくことによって表示することができますよ。というふうになっております。 では、次ご覧いただきましょう。はい。移動平均線の表示。実際に今お話したことを画面にこれ、キャプチャしてみました。見ていただきますと、移動平均線ということで、このように青い色に変わりますよね。非常にわかりやすいですで。そこから見ていただきますと、ほら、先ほど一つ前見ていただきましょうか。これ何も表示されてなかったものが、こんな風に表示される形になります。で、 あとですね、もう本当にあの簡単に、あの軽く画面どこでも構いませんので、クリックしていただきますと、こんな風にですね、値が表示されるようになっております。で、ここで実際の値、まあ要は移動平均線上回ったらとか下回ったらっていう時に、えー、値がわからないと、まあ差し値注文もできませんし、いろいろ注文するときにも困ります。ということでご覧いただくのに、ここですね、これもちょっと拡大してみたいと思いますが、ドン。はい。 ここにですね、移動平均線。まあ、もちろん、あの、高値、はじめ値、ね、高値、安値、終わり値ってありますが、まあ、それ以外に、ここの移動平均線という項目がありまして、まあ、その下にですね、5日、25、75というふうに、期間が表示されています。でその期間の値というのは、こちらに出ているということなんです。で、ここでですね、皆さんに確認していただきたいのが、この値というのは、これ変動します。 で、こうですね、あの、今、こちらの方に、この、現在値というのは、ここの赤いところ、ね、えー、レーザーポインターが映っているところ出てますけども、このおところにですね、この、ま、十字カンソルというのがあります。これをクリックしていただいて、ここに十字の、あの、マークを表示させて、でさらに、こう、ずっとずらしていただきますと、そうするとですね、この値が、その、差している値を表示してくれるんですね。 ですので、例えば、この5日、えー、これは75日移動平均線になりますけども、この値が知りたいとき、今ここでほら、ちょうどぶつかってるじゃないですか。でここでですね、知りたいときには、ここにですね、この、ま、十字カーソルを、ま、クリックしていただいて、こうやって、え、選んでいただくと、ここの値がですね、きれいに、え、表示されて、いくらを超えたら、あるいはいくらがこれ壁になりそうかなっていうようなことがですね、お分かりいただけるというふうになっております。 まあ、こんな風にですね、マーケットスピード FX を活用していただければ、移動平均線の値もですね、表示することができますので、まあ、ぜひご活用いただきたいなというふうに思います。さあ、そして、次ですね、ドンはい。今度は、これはですね、先ほど、まあ、いろんな期間についても見ていただきたいというふうにお話し,しましたけども、この期間のところをご覧いただきますと、1、2、3、4、5っていうふうに書いてありまして、 5本線まで表示できるようになっております。で、そうした中で、まあ、5、25、75、100、200って書いてありますよね。まあ、こういった期間でですね、えー、表示することができるようになっております。ですから、先ほどお話した5、25、75っていうこの期間は、まさにここに書いてあります。これ、MA っていうのはこれ、移動平均の意味ですね。ムービングアベレージの意味なんですけども、MA1、2、3。ということで、ここにあります上の1、2、3。まあ、これと合致してるわけですね。 ですので、3本表示されるということで、いつかこの赤い線が25、そして75ですね。というふうに、この黄緑から、まあこれオレンジですかね、赤というよりも。それからあと青の3本が表示される。と。もっと表示したいときには、こちらのチェック、チェックボックスにチェックを入れていただければ、そして、あの、OK ですね。OK ボタンを押していただくと、えー、表示されますよということになります。 あとですね、ここの通知ボタンも押していただければ、まあ、その値に達したら、まあ、通知があの、えー、出てくると。あと、ここにヘルプマークもありますのでね、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。ということで、えー、マーケットスピード FX で、このパラメータの変更ということもできるようになっておりますので、えー、ぜひご活用いただきたいなと思います。でちなみにあの、マーケットスピード FX は、 このデフォルトの値というのは、まあ私が個人的な好みで言わせていただきますと、まあ非常にあの、セッティングはうまくされていると思いますので、えー、あとはまあご自身で選んでいただいて修正していただくっていうことは可能ですので、えー、ぜひお試しください。さあ、そしてですね、今度はトレンド系の指標の指数平滑移動平均線になります。 えー、詳しい内容はこれから後で、また次以降の動画でお話しするとして、えー、こちらの方も表示の仕方は、ここ見ていただくと出ておりますように、チェックボックス入ってますね。あ、これ拡大しますね。えー、こちらをドンとしますと、ほら、この、えー、ちょっと隠れてますけども、チェックボックスのチェックが入ってます。でそうしますと、指数平滑移動平均線が表示されて、同じくこのように指数平滑移動平均線で値が表示されるという形になっております。 ま、非常にあの、簡単ですよね。ま、あとは、皆さん、使い勝手のいいものを選んでいただいて、表示していただくと。で、さらにですよ、今度は、この線をですね、ダブルクリックしていただきますと、先ほど、移動平均線のでもお話しましたように、このテクニカル設定というのの、このパラメータと呼んでますけども、この期間をまた変えることができます。で、こちら、またちょっと拡大してご覧いただきますけども、はい。 こちらの指数平滑の方は3本ということになっておりますけども、えー、最大3本ですね。表示することができますので、こちらもお試しください。詳しい内容は次の動画以降でお話しさせていただきます。次ですね。今度はボリンジャーバンドになります。ボリンジャーバンドはこちらですね。はい。これクリックしますと、このように表示されます。ボリンジャーバンドって、こうやって見ていただきますと、 あの、なんか、移動平均線とちょっと違って、ローソク足をなんかこう、包んでるような、そんな感じになってますよね。で、この状態、また、あーどういう意味があるのかもお話しさせていただきますが、まあ、実際に、先ほどと同じように、ちょっと値の方だけ確認しましょう。はい。こうやって見ていただきますと、ボリンジャーバンド、それからまあ、この MA って書いてあるんですが、これがですね、この7本の線の中心線になります。ね。 であとは、プラス3シグマ、マイナス3シグマ、値が出てきて、まあ、こちらで判断することができますよ、ということになります。はい。そして、次のページでは、これも同じくパラメータですね。まあ、こんな風にですね、えー、ボリンジャーバンドのパラメータ、結構ね、たくさんあるので、皆さん、最初難しいと思われるかもしれませんが、まあ、先ほども話しましたように、一応、慣れてこられたら変えていただいてもいいと思うんですが、基本的には、 このパラメータで、えー、私は、まあ、あの問題ないんじゃないかなというふうには考えております。はい。そして最後次いきますよ。はい。パラボリックですね。パラボリック初めて聞かれた方もいらっしゃいますでしょうかこちらもですね、ちょっと見ていただきますと、こんな風に点がなんか刻まれてますね。ティックともまたちょっと違いますよね。えー、こんな風に点が刻まれているのが、これがパラボリックでございます。 で値もちょょっと確認しましまう、はい、パラボリックの値こうやって見ていただきますとこのように値が出ておりましてで見ていただくとお分かりのようにこの、えー、オレンジですかねこれが下降それからあ青いのが青い点が上昇というふうに出ておりましてそれぞれ、えー、値も見ることができるようになっております。 そして、最後になりますけれども、これも、また、点のところをダブルクリックしていただくと、こういったテクニカル指標が出てまいりまして、まあ、こちらもですね、加工上昇ですね。それから、あとこの値も変更することができます。で、もう一回ちょっと拡大してみていただきましょう。はい。これ、今回以降のですね、動画でお話しするんですが、これもですね、あの、皆さん数値、ちょっと気になるところだとは思うんですけども、これはあの、一般的に使われているデフォルトのセッティングなので、 これもですね、まあよほど何かなければ、まあ、そんなにいじらなくてもいいのかなというふうに私などは考えております。はい。えー、いかがでしたでしょうかまあ初めて見るテクニカル仕様も多かったかもしれません。あるいはマーケットスピードの、あ、こんな使い方もできるのかっていうようなところもですね、皆さん、えー、お気づきいただけたのではないかと思います。これまで、えー、せっかくね、いろいろ機能があるにもかかわらず、なかなか使いこなせていなかった方は、ぜひ、 この動画でですね、いろいろな表示の仕方から、セッティングまで覚えていただいて、そして次の動画以降の具体的な使い方に進んでいただきまして、取引に役立てていただければというふうに思います。はい。こちらの動画はこれにて終了でございます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。